Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times, Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. Cynthia Isis Anderson write as follows as, as the bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun, Great joy and 古代エジプトの最高神といえば、イシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。 イシスとオシリスの大恋愛女児物語はこうして生まれますが、ラーの目、あるいはホルスの目とも言われています。あのシンボルマークの目の下の線は、イシスの涙が流れる様子を表現したものと言われています。で、ホルスですが、頭が鳥で表現されるので、蝶頭、つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、まあ実際そうであったかどうかは別としてですね。 頭にすっぽる、すっぽりかぶる、鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています。古代エジプトでは神々はオリオン座のどこかの星から来たということになっていますが、実はシリウスからでした。そのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです。 もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、意思的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の ミノシだったからです。まあそうしたこだわりがあるわけですね。で、シンシア・イシス・アンダーさんさんの冒頭の文を訳していましたので、どうかお読みください。 で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その光天周期も五十日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には和、冠があること、 そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も昔シリウスから来たインストラクターシンがですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまりシリウスが三連星であるなどといったことはですね、人間が近年になって初めてしたことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには 明らかにエイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその文章な、文章ということになるわけですね。で、それについて、まあ一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、まあ天空でですね、明るい星であると。 で、それが二重世、ま、二連生ですね、正しくは。三連生であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連生と分かったのは、極めて近年です。で、ドゴン族はなぜ、こうした事実を知っていたか、ということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官神っというんですかね。シリウスから降りてきて、まあ、その知恵を、知識をドゴン族に与えたというのですね。 つまり、現代科学が知る前に、ドゴン族はその事実を遥か昔に知っていたということなんです。で、それを具体的に示したのはこの図ということになります。 まあ、月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空のシリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだ、戻るのだそうです。まあ、こうしてですね、ドゴン族の残した文書と、それから現代科学の、まあ、で分かった事実がですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところのそのエイリアンというのはシリウスから来た エイリアンであることには間違いないということを、こういう形で証明されていくわけですね。あれえない偶然。すなわち、そこにはエイリアン、私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、あいわゆる、まあ、アーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナックナイルへと案内いたします。ここがドゴンです。 で、そこから3900キロほど離れたところに、エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシスシンの本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここの壮大な、まあ、寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知のスタンカーメンの、まあ、買って住んでいた寺院ということになります。 で、この、タンカーメンについてですね、キャてテ最近新しい情報が入りましたので、まあ、それを簡単に説明いたします。これはまあ、つですね。キング・ツタンカーメン。で、新しい実というのはですね、実は、タンカーメンの母親の、まあ、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、まあ、 ミイラが見つかったことにより DNA 鑑定がまあ済んで、そしてその結果として今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。なあち、サンカーメンの、はですね、えー、一組の祖父をしか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これがア、アメン、ホテップ,テップ3というんですかね。そしてみんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そしてアクヘナティン、お父さんが生まれますね。そしてこの、 お父さんの、ま、兄弟に6人の姉妹がいるわけです。その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤングレーディというふうに名前付けられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤングレーディの間に生まれたのがスタンカーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今まであの、いわゆるその、 ツタンカーメンのお母さんは分からなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これがツタンカーメンの6人のおばさんということになるんですね。すなわち、右にいるのがツタンカーメンのお母さん、そして一番左にいるのが、えー、ネフェルティティですね、ツタンカーメンの次の、まあ、妻にもなり、 まあ、メディタテンの母親にもなるというわけです。で、これがキサンカーメンですけども、ま、もう一度その、まあ、そうなってきますと、どれがね、あの、どの人っていうことは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメディタテンか、あるいはね、フェルティティかというふうに、ま、言われてたんですけども、このように、まあ、ずっと並んでいく、まあ。ともかくも大切なことはあ、お父さんのですね、悪,悪変な点の兄弟がみんな姉妹はこういう頭をしてたいたいうことですよね。 そこが重要なんです。そういうことでこの、その中の一つの像ですね。まあ、おばかもしれませんし、ひょっとしたら、ネフェルティディかもしれませんし、あるいは、メディタテンかもしれません。その顔とですね、えー、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつく、気つくんですね。で、皆さん自身で、まあ、判断していただきたんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、まあ、後頭部の方へ頭が長いと。 そして耳があると。で、これはですね、別、あの、後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、口、頭がへらベったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いということです。顎のコンセプトも大変よく似ています。なあち、えぇ、ー、楽で見つかったこの像と、そして、えー、ドゴン族に残っているアーティファクターがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、えー、イシスを。 お、オシリス、そしてホルスと、まあ、いるわけですけども、ホルスはこれはオーバーロールヘルメット被っていた、何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブあー、ホルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。えー、そしてですね、まあ、もう一度言いますと、イシス、オシリス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして中央に、えー、シリウスの シリウスを置いて、シリウスという、まあ、スペリングと並べています。ね、スペリングそのものをね、あの、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。というのは、あの、時代によってスペリングが違っているはずですからね。まあ、ともかくも、シリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたりして、この上の三人の神々の名前が決まっているとい。まあ、こうして、まあ、これは偶然の位置と言うべきなのか、その、まあ、スレスレのところでね、偶然の位はちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に、 いきますけども、ドゴン族には、まあ、現在の科学でも、えー、やっと分かったようなことをすでにドゴン族は遠い昔に知っていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うにはシリウスから来た神によって、まあ、教えられたということなんですね。その証拠の一部が、こうして今紹介されてるわけですけども、この表のですね、まあ、こうして、まあ、こうした文章がですね、えー、 ティブツクツ、ティブクツという街だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。で、まあ、こうして比較してますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、あの、回って、まあ、その、これはもう極めて高度なね、天文観測装置あるもってはかりですけど、天文、望遠鏡がないとわからないことなんですね。望遠鏡があってもわからないかもしれませんよ。そして、あ もう一つそこでエジプトに戻りますけども、これスタンカーメンですね。スタンカーメン家族ですとも、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクエネテががバレて、で、お母さんのネフェルティ。これあの、あ 今度で、その最初のお母さん、ドライカヤングアレイディって書いてます。そのお母さんと、えー、アクエネテンの間で生まれた、生まれたのがチタンカーメンで、で、えー、アクエネテンとネフェルティっての間で生まれたのがメリタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがツタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃん、おばちゃんですね。おばちゃんたちと、あ、頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして、特にこの右の上の、あの、像ですね。これと、ドゴン族に残っているアーティファクトと、まあ、形が一致したと。なあち、えー、 まあ、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、えー、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。まあ、こうした証拠はですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、まあ、それでハイブリッド人間か混合しかそれはわかりませんけれども、できた人たちが三カーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね、上がシリウスです。で、そのシリウス、 彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、まあ、私は結論付けます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にあの、ピラミッドの並び方はオリオン座と同じだ、などという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆるまあ、隣なんですね。ですから、そんなに離れていないということになるわけですね。そこでちょっと、 別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、その、そのあたり、シリウスのあたり何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そしてまあ一応、オリオンの まあ、位置にあると、ある、あるあたりを調べていました。このような、まあ、何かしらの工事といいますか、発掘跡といいますか、これは何だるかわかりませんけども、まあ、これ現地に行って調べるのが一番いいわけですけども、ね、何か、こう、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものが、ここ、このあたりにあるということです。まあ、イコールこれがですね、オリオンの位置,と位置と位置するってわけでもありません。で、もう一つ結論を申し上げますと、左が、えー、カルナクで見つかった、まあ、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが一緒、同じであるということは、ドゴンの神様たちは、 シリスから来てそして、まあ、人間が知れない知識を残していったということですね。そして、その、まあ、同じ頭を持った人がですね、えー、カルナクに現れた。それがスタンカーメン家族だということになるわけです。それで、一つだけご注意しておきたいんですけど、ここでちょっと謎が解けたんですね。これが、まあ、あの、メリタ天か、まあ、その、ワルズもアクヘナテンの、まあ、姉妹。 兄弟ってことになるんですけどもね。それと、右のですね、パラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨と比べてみますと、やはり,やっぱりちょっと違うんですね、形がね。ですから、超等人間も2種類ある。なぜ超党になるかと言いますとですね、参道の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どん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 大きくしようと思ったら、まあ、超党、長い頭になるしかないわけですね。まあ、人間の死学系もやがて、長い頭になるだろうと言われています。というのは、お母さん、母親側のね、参道に、まあ、限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭は大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのは、あの、死滅しないんですね。死滅しないことによって、 ですですから、脳細胞の数を多くすることが、まあ結局は長生きすればするほど、まあ長寿になればなるほど、脳細胞の数を大きくするために、えー、超等になるしかないわけですね。ですから、超等人間というのはある意味で、知、え、的、ー、生物の進化系だということにもなるわけです。